どうも、ST スタジオののりです。さあ、今日は前もって作っておきましたサムライジャパン対、僕のエビスマスカッツの試合をやっていきたいと思います。相手の、レベルをですね、最大のパワフルにして、戦っていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。チグレオということで、まあ一応オプション的にはもう何も変えずに行こうかなと思います。さあオーダーですね、大事。あ、ピッチャーいいんじゃないの。あ、菅野さんいいっすね。行こう、勝ちます。さあ絶対勝たなあかん。これはパワフルっていうのやったことないから、どの程度強いのかっていうの分かんないよ。いつもメンバーとしかやってないからね。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは秋山。投げました、見送ってストライク。ウェーイ、第2球消えてますよ今日。投げました、打った。あ、普通に打たれた、やばい。普通に打たれたよこれ。え、強ない、そんな強い。マスカは先制のピンチを迎えます。本球の攻め方が分かんねえな。いきなり先制のピンチを迎えています。初球スライダー空振り。今日これあえてさ、こっちの投球カーソル見えないようにとか意味ないんかな。第2球投げました、打った、流し打ち、荒井下がっていった、取りました。ナイス。ワンアウト、ランナーは2塁変わりません。俺が投げにくいだけ、投げた、ボール、投げにくいだけかこれ。さあ次の投球、見送ってストライク。なんか見られてるような気して嫌ないな。投げた、危ない球、第4球を投げた、会心の当たり、全然意味なかった。秋山三塁、いや、それはアホやろ。アウト、オッケー、ナイス。ちょ、これ普通に投げにくいわ、変えます。意味なかった、普通に打たれる。これちょっと強いぞ相手、意外と。第9球、初球打った、ファールボール、やばいね。第2球投げた、ストレートはボール。全然振ってくれないよね、多分。ボール、インコース高め、カウントは2ボール1ストライク。打ち、あぶね、筒香さん怖すぎ。投げた、外れた、ボール、カウントは3ボール2ストライク。投げました、あ、ミスった、ちゃうって今のは、今のはちゃうやん。操作ミス。第9投げました、決まった、ストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、マジで。チームはボール、インコースへ、カウントワンボールワンストライク。え、ストライク、ストライクやってるつもりなのに。ボール、カウントはツーボールツーストライク。投げました、よっしゃ、ナイス。見逃し三振、菅野ス、よし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 。まずね、0点で終わりましたよ。危ない危ない、投げました、危ない球、怖っ、マジでやばい。第2球、超怖い。2球目から、あー、東浜さんやん相手。投球はこれから3球目、打った、よし、ショートバウンド、あー無理か。ここは守備に阻まれました。このどうですか、僕の作ったサムライジャパン、ストライク、まずは見送りました。結構かっこよくね。第2球、ユニフォームなんか投げた、2球目空振り。一応第3球はなんか元ある侍ジャパン通りに作ったつもりないけど、あ、普通に三振した。ここは3球三振に終わりました。さあ投げた、初球から打ってた、サーブ右抜けるか、打ちずれ。スリーアウトチェンジ。今日相手一応フェードにしてるね。2回の表ジャパン攻撃に入ります。トップバッターは殿崎、投げた、ストライク、いきなり152キロ。さあ打ちました、セカンドジャン、ヒットになります。打たれるね。いや、そっちちゃうやろ絶対、絶対ライトやん今のは。外崎、ツーベースヒットを放ちました。マスカは先制のピンチを迎えます。右バッターボックスは7番大山、よっしゃ、ナイス。いきなり152キロ、スライダー見送ってストライク。これで追い込みました、打ちました、1、2塁歓迎。阿部、ボールを掴んだ、アウト、ナイス。なおもピンチが続きます。バッターは8番甲斐、第9球見送ってストライク、いきなり153キロ、打ちました、やばい、あ、ナイス、
坂本さんナイス。今のでかいよマジで。大きな声援が聞こえます。初球引っ張った。オッケー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 。初球ファールから空振り。よし、タイミング合いません。第3球は外角。よしよしよし。カウント1ボール2ストライク。オッケー。次は5球目。よっしゃ、ナイスー。さあ、とりあえず完全試合なくそうか。2回の裏、マスカは攻撃に入ります。この回の完全試合はやばい。続き投げた、見送ってボール。球がね、シンカー系とカーブとシュートね。うわ、このスローカーブうざ。マジか。投げました、決まってストライク。あー、うまいよね。次が4球目。高めシンカーとかちょっとうまいよな。投げました、打った、痛烈。うん、くそ、アウト。鈴木、打てねえ。したがセカンドゴロに終わっています。打てねえ。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、初球高速シンカー。うーん、少し迷ったか。全部際どいところをやってくるね、こいつ。なかなか甘い球が来ない。見送ってボール、カウント1ボール1ストライク。東山さんはほんまにいいピッチャーよね。この前の侍ジャパンのオーストラリア強化試合ね。投げました、打ちました。これはセカンド真正面、アウト。めちゃめちゃいいピッチャー。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番新井。さあ1本、新井さん投げた。ボール、バッターよく見ました。怖え。第2球、甘い球来い。投げた、高速シュート、ボール。甘い球来てくれ。投球は3球目。負けるわけにはいかない。投げた、マシンネット一塁送球。いや、全部正面やな。マジか。俺まだゼロヒットなんですけど。ジャパン、この回1番からの高打順になります。先頭バッターは秋山。あ、打ちました、初球打ち、抜けた。うわ、打たれるね。ボールは中継。相手にはめっちゃ打たれるな。やばい、秋山出すのはやばい。タッチはセーフ。1番から出すのちょっときついな。第9、初球バント、ピッチャーの左へ転がした。いやいやいや、絶対ピッチャーやって。危ない、絶対ピッチャーやって。今のはサードではないやん。投げた、ボール。第2球、ボール。カウントは2ボール、ノーストライク。怖え、ギータさん。投げた、ストライク。あぶね。急にキレがあります。投げました、打ちました、痛烈。あっと弾いた、一塁を。いやそれはないわ。エラーやん。マジでやられるぞこれ。入ってるって絶対。これはわずかに外れています。あー、終わった。最悪、ボールが転がる。最悪すぎる。え、強くね、パワフル。マジで。もう乗るやん、これで。もうノリノリですよ。タイミングありません。投げました、見送ってストライク。オッケー、追い込んで。こういうボール使った方がいい。阿部取った、セカンドから三塁送球。よっ、ケイ、ナイス。今のでかいね。バッターは6番、どの先。今日2度目のバッターボックス。こういうボールか、使った方がいいのか。投球これから2球目。外からの決まってストライク。第3球をボールからストライクになる。大きく外れました。カウンター2ボール1打った。有効に。阿部、ボールを取る。オッケー、2点か。やばいな、強いんだよなマジで。松川攻撃に入ります。この回の先頭バッターは阿部。ゲロゲロじゃないですか、阿部さん。打ちました、ファール。阿部さんゲロなんですよね。第2球、ちょっとやめていただきたいよね。打った、うん、ライナー。これはゲロ、ナイスナイスゲロ。いいバッティングを見せました。とりあえず完全試合はなくなりました。第9、投げた、初球送ってきました。三塁線、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。よし、ピッチャーのエラー。いいよ、来てるよ。波が、初球から送ってきました。波が来てる、波が来てる。素晴らしい。新守備をしています。初球決まってストライク。波が来てるぞ。さあ次の投球、超スモールベースボール。ファールボール。第3球を投げた、高速シンカー。よし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 、そんなには引っかかないですよ。投げました、150キロ直球。空
うぜえ。ここでの直球うぜえ。あっしゃい、来た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 、無理か。オッケー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 、ナイスよ、これチャンスよ。大きな声援が届いています。はい、初球を打ったバックホーム体勢の、うわやったやったわこいつ、マジかよ。ピンチヒッターは1点差。第9球初球空振り、いきなり154キロ。さあ投げました、外角低め、しっかりね、しっかりやっていきましょう。しっかり打ったり当たりだ、ライナーだ。うわ無理か、ボールは中継、ピッチャー変えようか。丸、ナイスバッティングです。右バッターボックスは8番甲斐、第1打席はショートフライに倒れています。さあ誰にしようかな、誰にしようかな。バタージャクソン、ブレイシア。イヤブスさん、マスカワピッチャーを、代打は松本、ジャパン代打構成に出ます。初球送りバント、ピッチャーの左を転がした。まあね、バントだよね。アウト、ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。さあこのピンチで迎えるバッターは田中、第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。打った、痛烈な当たり、掴みました。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。よしよしよし、投げました、ストレートはストライク。いやマジでね、強い、普通に打ちました。セカンドジャンプ、クリーン、うわやった、やられた。ボールはちょっと強いな、1点入りました。3対1、三塁タッチはセーフ。ジャパンが強すぎる。スリーベースヒット、マスカワ、なおもピンチが。バッターは2番菊池、今日3打席目。投げた、アウトコース低め、高速シンカー外れてボール。やばいぞ、2球目ストライク、これはマジでやばい。投げた、インハイ、外れてボール、わずかに外れました。カウントは2ボール1ストライク。さあ投球は5球目、シンカー、ああ最悪。バッターは3番矢蓋さん、やばいな。3度目のバッターボックス、変えた方がいいかな。はい終わった、球はそのまま伸びていく、入った入った、ホームラン。強すぎ、何これ。バッターは DH の筒香、今日2打点を挙げています。投げた、ボール強い、普通に矢蓋さんにしたのがミスなのかな。投げた、ちょっともう打った、これはいい当たりだ、抜けた、もう止まんないもんね。ボールは中継、筒香、ただただ6点取られて終わったの。マジか、ブレイシア、ちょっと誰か抑えて。第9投げました、初球空振り、いきなり151キロ。誰か抑えてよ、カウントはワンボールワンストライクです。もう無理だよ、アウトローを見送ってストライク。投げました、打った、内野ゴロ、アライ掴んだ、アライ一塁キャンバス踏んでアウト。これはやばい。さあここはまずいよ、マスカは攻撃に入ります。トップバッターは鈴木、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。初球から打ってった、あ終わった、セカンドから一塁送球、最悪、これでワンアウト、ランナーはありません。やばい、コールドになっちゃうこれ。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。高め見送ってストライク、まずは見送りました。東浜やばいな、やっぱりえげつないわ。投げました、ボール、カウントワンボールワンストライク。超強え、ジャパン超強えじゃん。投げました、流し打ち、どうだ、ファール。さあ4球目、負けられない。ボール、内角へ、オッケー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 。次は5球目、シュートか、投げた、流し打ち、うん、ダイレクトでボールを掴んでアウト。やばい、もうホームラン狙おう、こうなったら。投げた、スローカーブ見送ってストライク。ここでカーブはやめえ。投げた、スローカーブ空振り、うわうざこいつ、やべうめえわマジで。カーブ2球、148キロ直球、はい終わった、負けました。はい、ということで終わりました。ボッコボコにされました。いや強すぎるな、こんな強いんやね、パワフルって。でジャパンが強いのか、でやはたまた俺が弱いのかわかんないんですけど、初めてやったんで、まあ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 こんなもんでしょう。っていうことは俺らはぬるま湯ってことなんだね、あのドラフトリーグは。こんだけ強いんですからね、俺がパワフルでずっと練習してたらもしかしたら優勝できるのかもしれないですよね。顔がうるせえな。
俺が勝ったら勝てるからはい、ということで、終わりました。面白かったらチャンネル登録、高評価お願いします。弱っ待って、チャンネル登録、高評価お願いします